少な空は中国古代の御帝の一人。生は己。死は金隆史。名は進む、または元号。号は空、小空。皇帝の子、母は祖。再会のほとりにあったと伝わる、休想で生まれる。四季御帝本義には極の父、帝の祖父にあたると記されている。五行の上では、金徳、正方。 白色を示すとされ、金鷹氏氏白御門という章はそれに由来する。東海の青葉に国を建て、後に東極府に置いたとされる。春秋差し伝、昭光十七年の校には、暦を作成し、官名を、元潮氏白潮氏青潮氏丹鳥氏など、鳥類の名で呼んだことが記載されている。新異行では、四郷の一つである九機は、小空の子孫であるとしている。 三国式によれば、白木の武将金友心は、金冠から国の王家の子孫であり、その子孫、主郎は、小空の子孫にあたるという。旧層は高さ一万畳にも及ぶ桑の大木で、赤い葉を持ち、一万年に一度長寿の効果のある果実をつけるとされる。香水のほとりに立っていたと伝説には記されている。戦場工画の仕事は、 天宮で暮らす人々が使う織物を織ることであったが、ある時仕事を休み山の川をイカダで織り、新木9層の木の下にたどり着き、そこで、後の皇帝と出会い、小空を生んだとされる。雲瓶に葬られたという記述から、山東省極府市には、小空の領母であると考えられる丘領があり、小空領と称されている。真の時代の権竜三連に位置を移し現在の、 形に整備された。中国ピラミッドと呼ばれる形状の両母の一つである。急層で生まれたことによる。周域極府の雲尾に葬られたことによる。AB 演歌著鈴木博役、中国の神話伝説上、青二社。1993年137から139ページ。演歌著鈴木博役、中国の神話伝説上、青二社。 1993年142ページ、樹木の伝説新機嫌者、2011年8月1日、宇田茂げる丸、講師病参拝期平凡者1941年101から102ページ、小空用。ありがとうございます。